はい、皆さんこんにちは、ゆうつパパです。ということで、今回はですね、嘘をついたり、騙そうとしているのをね、見抜く12選という体でね、お話をしていきます。まあ相手がね、喋っている時の表情、仕草などから、簡単にね、嘘を見破れるポイントというのがね、ありますので、それをね、話した上で、私からも皆さんにね、伝えたいメッセージというものがありますので、ぜひ最後までご覧になっていただきたいなと思っています。で、この動画すべてをね、把握してもらわないと何も伝わらないし、また後半にはね、重要なことをね、お話ししていますので、最後までご視聴よろしくお願いいたします。そして三浦春馬さん関連の情報動画、根拠も含めた内容のはね、たくさんありますので、いろんな情報をね、知りたい方は、過去動画、再生リストもね、概要欄に貼っていますので、よかったら、この動画の後にでもね、ご覧になっていただけたらなと思います。では始めていきます。まず、このチャンネルは、ほぼ、三浦春馬さんのファンの方が集まっていて、三浦春馬さん関連以外の動画は、あまり興味ないかもしれませんが、まあね、せっかくの出会いなので、ためになるお話もね、していきたいなと思ってね、この動画を作成させていただきました。さて、今回は、嘘を見抜く方法なんですが、顔の表情、仕草から読み取れることがね、できるというお話です。でも、嘘はね、誰でもついてしまうんですよね。自分自身も、嘘つきなのに、嘘を見破るやなんてと思うかもしれませんが、ちょっとした嘘ならね、まだ可愛いもんです。で、ついてもね、良い嘘というのもあると思います。例えば嫌な上司に飲みに誘われた時、今日は用事があると嘘を言って断るとか、重い病気を隠すために、違う軽い病気だと嘘をつくなど、いろんなのがあります。この嘘が白だったら黒の嘘もあります。例えば自分を守るために嘘をつく行為や、資金繰りに追われて計画閉店、計画倒産も視野に入れながらお客様を騙し 10% 上乗せした高額商品券を売りさばく行為など、てっちゃんの興味津々という YouTuber が行ってきた嘘が黒の嘘です。まあ許される嘘とは、相手を傷つけないために言った嘘がそうです。許されない嘘は、相手に損失を与えるために言った嘘がそうなります。てっちゃんの興味津々という YouTuber は、視聴者に向けて嘘をついていたことによって、視聴者が今までもこれからも無駄な時間をその人のために費やし損失を与えておりますので、許されない嘘と言えます。なので、こうした嘘を見抜くのに、表情やボディーランゲージ、話し方といった様々な兆候から相手が嘘をついているかどうかを見抜いてほしいんです。まあ相手が嘘をついている可能性があるときに見せるいくつかの表情やリアクションがあります。では相手の嘘を見抜くポイントをね、いくつか紹介していきます。まず相手の目を見てください。居心地の悪さを感じたとき、まあ嘘をね、ついているときも含めますが、目が左右に泳ぐ人はその可能性が高いです。特に瞬きが多かったり、立て続けに5、6回瞬きする行為は怪しいですね。そして喋っている時に目を閉じている時間が長い人、まあ1秒以上閉じている時は嘘をついていることが多いです。で、視線の方向に注意してください。右利き、左利きとありますが、利き手と同じ側の上を見ているときは、見たものを思い出そうとしていますが、反対を見ているときは、答えを作り出そうとしている可能性が高いのです。
そしてその時にこちらが何を尋ねたか記憶しておいてください。尋ねた内容について相手が喋らなくても目が泳がせている時は嘘をつこうとしています。で、何を思い出そうとしているかという時もチェックしてみてください。聞き手と同じ側の下を見ている時は匂いや触った感じといった感覚を思い出そうとしている時ですが、反対の場合は嘘をついている場合が多いです。そして目尻にシワができた時は本物の笑顔です。偽物の笑顔の場合、目の周りに変化はなく口だけで作られております。で、手の動きにもね、注意してみてください。嘘をつくと顔が痒くなったりして顔や鼻をね、こすったりいたします。そして口の動きにもチェックしてみてください。嘘をつくと口が乾いて唇をすぼめたり舐めたりしがちになります。で、大量の汗をかいている時も注意が必要です。おでこ、頬、背中、首の汗をね、拭おうとしている時は怪しんでみてください。そして頬が赤くなっている時もアドレナリンが出ている証拠で嘘をついていることが多いです。で、頭を振る方向にも注意してみてください。本当のことを言っている時はまっすぐ上下にうなずき、嘘をついている時は左右や斜めに頭を振りがちになります。ということで、白い嘘なら許せますが、黒い嘘にね、振り回されないよう相手の顔や仕草などをよーく観察しながら黒い嘘を見破ってほしいなと思います。特に三浦春馬さんを利用して動画を投稿し再生回数稼ぎをすること自体は良しとしても、全く同じ動画を毎日毎日何度も何度も投稿して再生回数稼ぎをする YouTuber が言い訳として、朝しか見ない人、昼しか見ない人、夜しか見ない人がいる中で一日中何度も同じ動画を投稿することで、たくさんの人にこの動画を見てくれるんだと言った時に、瞬きの多さ、目が左右に泳いでいたりしているということをご確認していただきたいなと思います。で、嘘をつこうとするときにかすかにニヤッとする表情にも注目していただきたいです。まあその人はお金儲けではないと言っていますが、お金儲けではないというなら、何度も同じ動画を投稿する動画には広告をつけないということをしていただけるなら、批判もされないんじゃないのかなと私は思います。とりあえず最後に正解を言っておきますと、あれは自分を守るためだけの必死の嘘だということがよくわかる動画です。ということで、簡単にね、嘘を見破れるポイントをね、ご紹介させていただきました。それではね、今回はこれにて終わります。ご視聴ありがとうございました。